田中幸太郎作北条津物語1。越中の北条津の町中にある松やえのきのとびとびに生えた草原は町の子供の遊び場所であった。その草原の中ほどの枝のちびたえのきの古木の下に、お諏訪様と呼ばれているヒキガエルのうずくまったような小さな祠があったが、それはそぎ吹きの屋根も朽ちて、木ずれ格子の木目も瓦か何度のように黒ずんでいた。初夏の風のないむせむせする日の夕方のことであった。その草原から北条湖の方に流れている七清水の橋の茂った水たまりで騒がに追っかけていた五六人の子供の群れは、いつの間にか祠の前へ来て戦ごっこをしていたが、それにも飽いたのかみんなで草の上に腰を下ろした。それはその中の一人が話を始めたがためであった。その話は神通川のほとりにあった安念坊のふもとに出るというブラリビのことであった。ブラリビは笹倉之助成政がさゆりという愛称と小次重竹沢成がしとの間を疑って青江の一刀で滝沢を切り、広敷へ駆け入ってさゆりの長い黒髪を掴んで引き出し、それを神通川へ持って行って下げ切りに切って、胴体はそのまま水に落とし、頭は柳の枝に結びつけたので、さゆりの恨みのぶらりびが出るようになったが、それ以来神通川を渡って安念坊を越えてゆく成政の軍は振るわず、とうとうさゆりのことから家が滅んだというその辺りに残っている伝説であった。ぶらりびの出るところには髪を上から掴まれたような女の首がある。うちのおじいさんが見たというよ。怖いな、怖い殿。今でも出るじゃろうか。出るとも。髪がこんなになった女の首がブラリンと出てくるよ。ブラリビのことを話していた十四五に見える子供は、両手で髪の上をかき上げるようにしながら、獅子っ鼻の鼻くそのついている鼻を前へ突き出すようにした。松子、お主は北条の亀の話を知っておるか。獅子っ鼻の右横になった松の浮き根に竹馬に乗るようにしていた子供が獅子っ鼻に向かっていった。北条の海には川の幅が合わせばあって、海へ出られん亀の主がおるよ。獅子っ鼻は何でも知っているぞというような得意な顔をした。そんな話じゃないよ。松の浮き根に乗っている子供が獅子っ鼻を押さえつけるように言ったので、獅子っ鼻は面白くなかった。それならどんな話じゃ。ある人が夏、北条の海へ船を乗り出して寝ておると、いつの間にか自分が魚になって湖の中で泳いでおる。どうして魚になったろうと思いよると、そこへ他の魚が来て、海の神様が来たからお前も一緒に行けと言うから、一緒について歩きながら自分を見ると、自分は黄色な大きな船になっておる。どうも不思議でたまらんから、訳を聞きたいと思うたが、聞くこともできんから、そのままついていくと、大きな大きな竜宮のような御殿があって、王様のようなものがおって、みんなの魚がその両脇に並んでおるから、自分もそこへ行って座っておると、黒い巣を着た大きな大きな魚が王様の前へ出てきた。そばの者に聞くと、あれは赤エコーじゃと言うてくれた。その赤エコーが王様に、私は王様のところへ行きたいが、体が大きくて川の口が出られませんと言うと、王様はそれは承知で、お前をここへ置いてあるが、この頃聞くと村の人たちが海の泥をあげて田を作ろうとすると、お前が亀につけてその人を食い殺さすそうじゃ。不都合じゃ。その罰に毒蛇につけて鱗の中へ鉄しらみを沸かして苦しめてやると言うと、赤い子は、それは違うとります。村の人たちが湖の泥を取ると、泥の中に住んでおるスッポンが子や孫を殺されますから、困って村の人を脅して泥を取ることをやめさせようとすると、村の人は泳ぎが下手でございますから溺れて死にますと言うと、王様はスッポンを呼び出して、赤い子の言うことが本当かと聞いた。スッポンはその通りでございますが、困って
らには亀を退治しなくてはならんと言っております。もし私たちが逃げますと亀と蛇とは一緒だからと言うて城跡の桑の木に住んでおる蛇を焼き殺します。それをもう蛇が知って毎晩泣いております。どうか蛇も殺されず私たちの子や孫も殺されないようにしてくだされと言うと、王様はそれでは村の人たちに言いつけて海の中の島へ亀の宮をこしらえさして、その下へ亀の一族を住まわすことにしたらよかろう。それには今日船になった男を元の人間にして村の人に言わさすがええと言うて、王様は言んでしもうた。船になった男はどうして元の人間になろうかというと、漁師の垂れた釣り針に釣られるか網に取られるかして人間に料理してもらえば元の人間になれると教えてくれたから。釣り針を探したが漁師が来んから釣り針がない。それなら網に取られようと思うても網を打つものがない。そのうちに村の人たちは亀を祀るなら亀が人を取らんようになるじゃろうと言うて、島の中へ亀の宮を建ててしもうた。船になっておった人は早く人に取られよう取られようと思うておるうちに、やっと金沢あたりから遊びに来た人が網を打ったが、一人の網を打った人は上手で前へ網を投げたから入れなかったが、一人の人は下手で網が絡み合って船の下へ落ちたから、その網にかかって上がって頭を切り離して料理をしてもらうと人間になって、元寝ていた船の中で目が覚めたが、もう神の宮ができておったから、そのことを人に話しても誰も本当にするものがなかったというよ。松の浮き根に乗っている子供の話はそれで終わった。獅子花の子供はいつの間にかその珍しい話に釣り込まれていた。それではあの島の中にあるお宮は亀の宮か？そうとも。松の浮き根に乗っている子供は何がおかしいのか笑い顔をした。人が船になったら面白かろうな。赤いことは何じゃろう？城跡の桑の木にはどんな蛇がおるのじゃろう？他の子供も皆その話に釣り込まれていた。すると松の浮き根に乗っている子供は声を出して笑い出した。なぜぐろよ。獅子花の子供が不思議そうにその顔を見た。なぜぐろよって、その話は嘘じゃよ。これはある学者が嘘に言うた話じゃ。そうじゃ、うちのおじさんが話したよ。なんじゃ嘘の話か。獅子花の子供をはじめ他の子供も笑い出した。その笑い声のやや収まりかけた時、あそこへ江戸から来た子供が来たというものがあった。獅子花の子供は向こうを見た。そうじゃ、あの子じゃ騙してやろうか。誰ぞ呼んでこい。松の浮き根に乗っている子供が言った。俺が知っておる、呼んでこい。草原の出発れに見える二三軒の藁屋根のある方から遠ぐらいに見える色の白い子供が来ていると、こっちから一人の子供が言って、行き合うなり何か言っていたが、すぐ二人で連れ立ってこっちへ来た。子供たちはそれを見ると言い合わせたように起き上がった。松の浮き根に乗っていた子供は二人の前へ立ちふさがるように出た。お前は何という名じゃ？色の白い子供は足を止めた。おいら元吉というのだ。そうか、元吉か。今日から一緒に遊んでやるから、あの神様の前へ行って。松の浮き根に乗っていた子供は祠の方へ指を指して、地べたへ座って、お諏訪様お諏訪様一緒に遊びましょうと言いな。お諏訪様は子供が好きじゃから出てきて一緒に遊んでくれるなあ。みんな、松の浮き根に乗っていた子供の言葉に続いてみんなが返事をした。そうじゃ、そうじゃ、そうじゃ。元吉と言った子供ははにかむように目を伏せながら聞いた。お諏訪様ってどんなものだ？そうじゃ、白い蛇のような姿をしておるよ。白い蛇？元吉はちょっと驚いたように言って相手の顔を見た。そうじゃ、白い蛇じゃ神様じゃから怖いことはないよ。そう、やってみな。そう。
伝吉はそう言って邪気のない目をくるくるさして相手を見た。後に祠の方へ行った。祠の右側に並んだえのきの枝には一畳の薄日が差していた。伝吉は祠の前へ行くと、そのまま短い草の生えたところにちょこなんと座った。それを見ると松の浮き根に乗っていた子供はすしっぱなの顔をはじめ仲間の顔をつらつらと見たが、いたずらそうな笑いたくてたまらないという顔であった。さあいいな。松の浮き根に乗っていた子供に促されて源吉は口を切った。お諏訪様、お諏訪様、一緒に遊びましょう。それは敬虔な言い方であった。それを聞くと子供たちの笑い顔が集まった。松の浮き根に乗っていた子供は手を振ってそれを押さえるようにした。お諏訪様、お諏訪様、一緒に遊びましょう。源吉は後から後からと繰り返した。松の浮き根に乗っていた子供は源吉がそうして一心になって脇見もしないのを見極めると、手を挙げて皆を招くようにしておいて、まず自分でつま立ちながら足音のしないようにして歩き出した。それを見るとしっぱなをはじめ仲間の子供たちもその後からそれと同じような格好をしながらついていった。そうして置き去りにして逃げていく子供たちの耳に源吉の声がキレキレに聞こえていた。二、源吉は一心になってお諏訪様を呼んでいたが、辺りが妙にしんとなって寂しくなったのでひょいと後ろを振り返ってみた。子供たちはもう誰もいなくなっているので立ち上がった。源吉、そこにおったか。俺はまどこへ行ったかと思いよった。それは軽い喜びの声であった。沖縄の面のような顔をした痩せた襦袢に桃引き履きの老人がそこに立っていた。それは祖父の遺作であった。おじさん、今まで一人でこんなところで何をしておった？おまんまができたから食わそうと思って止めよった。お母も手伝いに行っておってもお前のことばかり心配しよる。早いんでおまんまにしよう。おじいさん、お諏訪様は子供が好きなの？お諏訪様が子供が好きかというか、好きとも好きとも、別してお前のような子供はお好きじゃとも。お諏訪様は白い蛇になって出てくるの？それは俺にはわからんが、神信心する者にはお姿を拝ましてくだされるとも。お諏訪様は白い蛇になって子供と一緒に遊ぶって言ってたよ。そんなこと誰が言うた？さっきここで遊んでた子供が言ったよ。そうか、そうかもわからん。平子にはそうしてお姿を拝ましてくだされるかもわからん。さあ、いいの？はい。源吉が歩き出したので伊作もそのままついて歩いた。伊作は孫が可愛くて仕方がなかった。伊作のせがれも大工であったが、藩の江戸屋敷の改築の時に江戸へ出たせがれは江戸で腕を磨くことにして改築が終わっても帰らずに、そのままずっと江戸にいるうちに吉原で深くなった女と所帯を持ち、続いて子供もできたというので江戸へ孫を見に行こうと思っていたところで、昨年の暮れになって風邪が元で亡くなり、その新しい位牌を持って眉間の嫁と孫がまだ深かった北国の雪を踏んで訪ねてきた。数年前に労災を失ってもせがれがあるので何とも思わなかった伊作は非常に力を落としたものの、やがて嫁と孫の気持ちが分かってくるとそれに慰められるようになっていた。おじいさん、お諏訪様はどうしたら出てきてくれるの？二人は草原を出て麦畑の間を歩いていた。毎日拝みに行って頼んでおるなら出てきてくださるとも。そう。伊作の家は麦畑の間を路垣で仕切った小さな家であったが、それでも掘ったて小屋と違って床の高い雨戸もきちんと閉まるようになった家であった。伊作は源吉をいろりのそばへ座らして
自在鍵にかけてある鍋の中から夕飯を持って食わした。イサクはとっくりの酒をついで飲み出した。いろりの火はちらちらと燃えて、イサクの大きなの面のような顔を浮き上がらした。さあ、うんと食わんといかんぞ。うんと食って大きくなってくれ。お前は何になる？あたいは侍になるのだ。ほう、侍になるのか。侍になって口を頂戴するならこんなうまいことはないが、侍はまかり間違えば腹を切らにゃいかんが、腹は切れるか？切れるよ、腹なら。そうか、そいつは偉い。人は心がけ一つじゃ。侍でも学者でもお坊さんでも神主でも、やろうと思いや何でもできる。神主といえば牧野の旦那は偉い神主じゃ。お前の代わり子で気がつくから牧野さんで目をかけてくだされる。おっかはいつ戻る？もうつけ戻るぞ。夕飯を牧野の旦那が召し上がったら戻ってくる。牧野の旦那は偉い方じゃ。お前に言うてもわからんがの。元吉が箸を置いたところで人の足音がして入ってきたものがあった。こんばんは。こんばんは。伊作は杯を持ったなりに月の差した縁側の方を見た。四十ぐらいの男と三十ぐらいの男の顔があった。秀と金次か、何か用か？伊作の言葉には愛想がない。秀という四十男は決まり悪そうな笑い方をした。別にそう用もないが話に来た。そうか。明日の家業に差し支えなけりゃ話していけ。二人はちょっと顔を見合わせて何か言い合いながら腰をかけたが、今度は金次という三十男が言った。おじさん、仕事はどうだよ？仕事か。飯が食えんからあるならするが、この年になっちゃ下回りの仕事しかできん。俺の家にも納屋を手伝いと言うて前から言いよるが。銭ができたら立てるもよかろう。大工なら全八でも記録でも腕っぷしの達者な大工が何人でもある。おじさんはできんかよ？できんことあるまいが、年が年じゃいつ死ぬやらわからん。受け合いはできんよ。伊作の言葉はどこまでもぶっきらぼうで愛想がない。金次は笑うより他に仕方がなかった。姉さんはまだ戻らんかよ？元吉が一人のようじゃわ。秀がそれとなしに言った。戻りとうても戻れんじゃろう。遊びに行っちょるじゃないから。それじゃなし。秀も後へ続ける言葉がなかった。二人は手持ち無沙汰になったので帰って行った。伊作は舌打ちした。野良犬どもの相手に飼っている嫁じゃないぞ。何をうろうろしに来る。元吉は腹ばいになった。もうお袋も戻ってくる。もう少し起きておるがへ。伊作は飯にしていた。と女の叫び声が聞こえてきた。伊作は足をピタリ止めた。はてなと言って耳を傾けた。伊作の耳へまた女の叫び声が聞こえてきた。ありゃ嫁の声じゃ。畜生、元吉はうちにおれ。外へ出ちゃいかんぞ。伊作はそう言い立ち上がるなりと前を降りて壁に立てかけてあった王子を持って外へ出た。元吉はびっくりして起き上がり部屋の中をうろうろ歩いた。3. おかちは月の下で背の高い一本の短い刀を刺した暴漢に帯の端をつかまれていた。おかちは牧野の家を出て帰りかけたところで、月が明るいので近道をして草原の中を通ってくると、そこの松の陰にその暴漢が待っていた。小格子ではあるが、汚職もあって男扱いに慣れている彼女は、燃え上がっている相手の心を撫でつけるようにして隙を見て逃げようとしたところで、相手は野獣の本性を表して帯の端を掴んで引き戻そうとしたのであった。おかちは絶体絶命であった。引き戻されて相手の一方の手が肩にかかれば体の自由を奪われなくてはならなかった。おかちは引き戻されまいとして夢中になって争った。そのはずみに帯の結び目が解けた。
クロジスの帯の一方は暴漢の手につかまれたなりに、痩せぎすなすっきりしたおかちの体はくるくると月の下に回った。おかちの体はみるまる暴漢と二三尺離れたが弾みを食って膝をついた。おかちは襲いかかってくる暴漢を払いのけるように片手をその方にやって一方の手で起きようとした。主な花色の白いおかちの顔が生めかしかった。暴漢は帯を捨てて迫ってきた。何をするすこの無法者。ものすごい怒り立つ声がして暴漢の前に王子がひらめいた。暴漢は立ちすくんだ。貴様は地下浪人じゃな。俺の家の嫁をどうしようというのじゃ。背の高い短い刀を刺した暴漢は手習い師匠をやっている林田与右衛門という浪人であった。林田はギョロリとした目で相手を見た。いつも見慣れている沖縄の面の伊作の顔があった。その女子には俺が話したいことがある。邪魔をするとただでは動かんぞ。それはこっちから言うことじゃ。この女子は俺の家の嫁じゃ。俺の家の嫁をどうしようというのじゃ、この無法者。伊作の手にした王子はまたひらめいた。林田はちょっと身をかわすなり、その手元につけ入って王子を奪い取って振りかぶった。その林田の目の前にその時不意に恐ろしいものがひらめいた。それは薙刀を2つ組み合わせたような紫色を帯びた大ガニのハサミであった。林田は驚いて王子を投げ捨てて後ろへ下がった。大ガニのハサミはそこにもあった。うわ、林田は目を押さえて逃げていった。伊作とおかっちは暴漢が逃げてくれたので安心して帰ってきた。あの無法者の逃げた様がおかしいじゃないか。目を押さえて逃げたのですが、どうかしたのでしょうか。王子の先でも当たったろうよ。そうでしょうか。そうとも、罰じゃよ。翌朝になって伊作は、女一人の弱る気は物騒だから時刻を見計らって迎えに行くということにして、おかちを出し、その後で賢吉の森をしながらよそから頼まれてある雨戸をこしらえていた。伊作は庭先の日陰にむしろを敷いてそこで仕事をしていた。賢吉は伊作のそばにいたりいなかったりした。夕方になって伊作が仕事を置いて夕飯の支度をしていると、賢吉がひょいと庭先へ来て、おじいさん。伊作はいろりのそばにいた。おお、元吉がどこ行っておった。おじいさま探しに行こうと思いよったぞ。お諏訪様行ってたよ。おじいさん、今日はお諏訪様が出てきたよ。なに、お諏訪様が。そうよ、おいらがお諏訪様の前行って、お諏訪様お諏訪様一緒に遊びましょうって言ったら出てきたのだよ。伊作は何のたあいないことを言ってるだろうとは思ったが、元吉がいかにも真面目であるから鍋の中をかき混ぜていた手を止めた。出てきたって何が出てきたのか。お諏訪様だよ。お諏訪様ってどんなお諏訪様じゃ。白い蛇よ。白い蛇がどこから出てきたよ。おいらがお諏訪様お諏訪様一緒に遊びましょうと言ってたら、神様の下の石の間から出てきたのだよ。それからどうした。おいらははじめはおっかなかったから逃げちゃったが、追っかけてこないの。横に出たりトグロを巻いたりしてるから、おいらがお諏訪様輪になっておくんなと言うと輪になったり、おいらがお諏訪様張っておくんなさいと言うと張ったよ。それは本当か。伊作は縁側の方へ這い出すように出てきて、本当か元吉。本当だよ。それからおいらがお諏訪様、カニを連れてきておくんなさいと言ったら、たくさんカニを連れてきてくれたよ。本当か。本当ならもったいないことじゃ。そんなことしちゃ神様の罰が当たる。神様へお詫びに行かねばならん。伊作はもう夕飯のことも忘れていた。彼は庭に降りて桶の水で両手を洗い、ヘギを出して塩と米を持った。元吉、さあこれからお諏訪様へ行こう。またお諏訪様行くの。行ってお詫びをせんと罰が当たる。そう。伊作は先に立って歩いた。元吉は後からちょこちょこと歩いた。外はカバ色にくすんでいた。二人は出そろった穂のまっすぐに立っている麦畑の間を出て草原へ行ったが、草原の立ち木の下は暗かった。二人はその暗い下を行った。お諏訪様の祠を抱くようにして立った。えのきの古木はすぐであった。
そこは月の光であろう。辺りが明るくなっていた。イサクは怖いような、尊いような気がして、いつものように平気で行くことができなかった。彼は祠から2軒ぐらい離れたところへ座って、塩と米を持ったヘギを前にうやうやしく置きながらべったりと両手をついて頭を下げた。今日は何も知りません、馬込が。恐れ多いことをいたしまして、何ともお詫びの申し上げようがございません。それに、せがれが亡くなりまして、まだ1年の意味服のかかっておる身でございます。完全ない子供とは申せお詫びの申しようもございませんが、そこが父親なしの哀れな子供でございますから、どうかお許しくださいますように、このじじから、幾重にもお詫びをいたします。イサクは平蜘蛛のようにしていた頭をちょっと上げて、左脇に並んで座っている元吉の横顔を見た。お前もお詫びをしろ。元吉は平気であった。おすま様は怒りはしないもの、呼んでみようか。これ何を言う。イサクは慌てて遮って、そんなもったいないことをしてはならんぞ。なんぼなんも知らん子供じゃ言うてもそんことをしては。神様のきつい音が目があるぞ。だってお諏訪様はおらの言う通りにしてくれるのだもの。元吉は済ましていって手を合わせながら、お諏訪様、お諏訪様ちょいと出ておくんなさい。これそんなことを申し上げてはならんというのに聞き分けのないやつじゃ。イサクはそう言ってからまたべったりと平蜘蛛のように頭を下げて、お聞きくださいまし、こんなもののわからん子供でございます、どうかお気になされないようにお願いいたします。一心になって謝っているイサクの耳に嬉しそうな元吉の声が聞こえてきた。お諏訪様が出てきた、お諏訪様が出てきた、おじいさん、お諏訪様が出てきた。何？イサクはお詫びの言葉を忘れたように顔を上げて前を見た。見えるでしょう、お諏訪様が。おいらの方を向いてくる。しかし、イサクには何も見えなかった。見えるでしょう、白い綺麗な蛇を。元吉は前に指を指して、それ、その蛇を。草、祠を抱いたエノキもはっきり見えるが、他に何もなかった。おじいさんには見えない。見えなくてももったいない。イサクは取り乱したように言って、地べたへ頭をつけて、こんな子供の言うことを取り上げくださいましてありがとうございます、ありがとうございます。おじいさんは目やにをつけてるだろう。顔を洗ってくると見えるのだ。イサクは顔を上げなかった。もったいないもったいない、おじいさんはどうでもええ、ありがとうございます、ありがとうございます、どうかお引き取りを願います。お前もいつまでももったいないことをしてはならん、早お神様にお引き取りを願うがいい。もったいのうございます、もったいのうございます。おじいさん、お諏訪様今輪になったよ。これもったいないもったいないこと言うてはならんぞ。お諏訪様、おじいさんはお諏訪様が見えんと言います。カニを連れてきて見せてやっておくんなさい。バチ当たり目が、そんなわがまま申し上げてはならんというに、神様どうぞもうこんな子供の言うことはお取り上げになりませんように。カニが出た、カニが出た、おじいさん、お諏訪様が呼んだからカニが木の穴からゾロ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 出てきたぞ。もったいないというにバチ当たり目が、そんなことを申し上げてはならんぞ。出てきた出てきた、おじいさんいっぱいのカニを見なさい。もったいないもったいないもったいないことを申し上げてはならんぞ。イサクの頭はその時何かに持ち上げられるようになってふいと上がった。たくさんの小さなサワガニが紫がかったハサミを上げてゾロゾロと来るところであった。イサクはまたべったりと頭を地べたにつけた。もったいないもったいない、こんなもったいない目にあっては、この年寄りの命をたった今召されて申しくはありません。神様もったいのうございます。イサクの感激に満ちた言葉はたちまち遮られた。この老いぼれ犬、どうもそぶりが怪しい怪しいと思っておれば、こんなところでバテレンをやってけつから。イサクは顔を上げた。そこには前夜の林田が二人の男を連れて立っていた。林田は前夜の復讐を兼ねて女を奪いに来たところであった。江戸から来ておる花魁はがりがてっきりバテレンを持ってきたに違いない。住んでのことに、ゆうべはバテレンのカニのハサミでこの大事の目を突き刺されるところであった。
イサクはそれよりも神の気遣いに心を奪われていた。イサクはそのまま頭を地べたにつけたのであった。お諏訪様、もったいのうございます。まことになんとも申しようがございません。お諏訪様、どうかお引き取りを願います。林田は連れてきている二人の男を見てあざ笑った。どこにお諏訪様がおるのじゃ。甲府氏は怪力乱心を語らずと言われた。今の世の中に神なんかが出てきてたまるものか。今の世にバテレン以上に怪しいものはない。この頃バテレンがのうなって怪やぐらもあまり立たないと思うて、俺はまたバテレンをやりだした。もったいないもったいない。お諏訪様を拝んでおります。お前さん方の曲がった目には見えます。前が孫の目には見えます。そんなこと言うと罰が当たります。お諏訪様、もったいのうございます。林田についてきている一方の男が言った。そんな鳥の巣のような箱の中に神様がおってたまるものかい。大然と座って脇見もせずに前の方を見ていた元吉が言った。お諏訪様はそこにいるのだよ。神を連れてきているのだよ。どこにおるこの寝ぼけ小僧。林田が叱りつけるように言って前へ一足出た。そこにいるのだよ。元吉は静かに一軒ばかり前に指をさした。今輪になっているんだよ。寝ぼけ小僧、何を見てそんなことを言う。地べたに草が生えている他に何がある。おじいさんも見えないというからお前さんも見えないだろう。顔を洗ってくるがいいや。お諏訪様は白い蛇になっているのだよ。本当におるというなら俺がこの足で踏み潰してやる。林田はそのまま進んで元吉の指を指しているあたりをぐさっと踏んだ。お諏訪様が足に巻きついた。元吉の言葉と同時に林田はあっという叫び声を立てながらマリを投げたようにイサクの鼻の前をくるくると転げていった。5おかちは牧野の主人の自左衛門に送られて牧野家から帰っていた。それは前夜の事件を話して中途の迎えに来てくれるのを待っていようとすると、自左衛門が月が良いから月を見ながら送ってやろうというので仕方なしに送ってもらうことにしたのであった。二人は人家を離れて畑道に入ったところで自左衛門がおずおずした言葉で思いがけないことを言い出した。おかち殿、わしが今晩お前を送ってきたのは少し聞いてもらいたいことがあったからじゃ。はい。わしはお前と子供の世話をしたいと思う。お前も知っての通り、わしは3年前に家内に死なれて親類や知り人から誤妻を勧められたが、子供にかわいそうじゃからとどれもこれも断って今日まで来たが、お前がわしの家に手伝いに来てくれてからその決心が鈍ってきた。おかちは困ってしまった。どうかわしに世話をさせてくれ。子供はきっと立派なものにしてみせる。伊作老人もお前に代わって一生不自由なく世話をしてみせる。はい。わしは神に仕える身分じゃ。決して嘘偽りは言わん。それはもうお志のほどはよくわかっておりますが、これは私の一存には参りませんし、それに私は卑しい身分でございますから。それは構わない。わしはお前の素性も聞いて知っておる。わしはそれも承知の上じゃ。人の魂はその人の心がけ次第で清められる。どうかわしの世話になってくれ。それはもう旦那様のお志のほどはわかっておりますが、まだ連れ合いがなくなって1年にもなりませんし、私はそんなことは一切考えないようにしております。それはわしにも分かっておる。わしもまだ言う時ではないと思うたが、昨夜のようなことがあってお前の心が他へそれるようなことがあっては取り返しがつかんと思うか。ありがとうございます。二人はその時畑道の分かれ道のところへ来ていた。その道を右に行くと諏訪神社のある草原で非常に近かった。二人は道のおちこちのことは思わなかったが、そうした姿や話を村の人に見られ聞かれしたくないので、そのまま草原の方へ行った。
松やえのきの木立が月の下に熊をこしらえていた。おかち殿、お前の返事を聞かしてはくれまいか。はい。おかちが返事に困ったとき、向こうの方で騒がしい人声が起こった。何かある。治左衛門はもうその話を続けることはできなかった。彼は二人でそこへ駆けつけることははばかられたが、おかちに対して躊躇することはできないので平気を装って歩いていった。祠の前には伊作と源吉が立ち、その先の草原の外には冷たくなった林田の体を二人の男が引き起こそうとしていた。6. 地毛浪人の林田がお諏訪様の蛇を踏んで死んだという奇怪な噂が広まるとともに、町の人の諏訪神社に対する尊崇の念が高まってきて、祠を改築して高層な社殿にすることになったが、それには諏訪神社のおぼし召しにかなっている子供の身内のものが良いということになって、伊作が棟梁になって建築にかかった。源吉はその建築の最中でもお諏訪様と遊ぶことがあった。社殿はその年の歳末になって落成したので遷座式を行うことになった。神主は初めからかかり合いになっている自在門であった。その日拝殿の正面には神主の自在門が祭壇の方に向かって座り、その少し後ろに源吉が伊作に連れられて座っていた。そして町の頭だった人たちは拝殿の上がり口の方を背にして頭を並べていた。時刻が来ると自在門が祝詞を始めたが、その声が切れてしまった。町の人たちは不思議に思ったと源吉が言った。はあ、牧野の旦那の首にお諏訪様がいら。拝殿の中はシーンとなった。その時自在門の体は後ろ向きになった。私の心に汚れがあって明神のおぼし召しにかなわない。今日からこのお社の神主は源吉殿にやらして私が貢献することにします。そこで源吉は自在門の着ていた水管を着て祭壇の前に据えられた。この少年神主はその後も時々お諏訪様と拝殿の前で遊んだが、町の人はそこに沢ガニの群れやカワツの群れを見ることがあった。田中幸太郎、北条図物語、読み切り。